いろいろと工場と職人さんとやり取りをして、はい、再現したんですよ。だからここ分かります？これ切り替わってるっていう、こうやって、もう忍ばせてたんか。びっくりしたよ俺。これちょっとアウトかもしれないからね。大丈夫ですか今これ。おうおう、この手元ですよ。なるほど、手元の裏地のね。アフリカファッションチャンネル来ました。小石さん、これ見てください。これ来ましたね。赤レンガですよね。赤レンガようやくですね。この日が来ましたよ。ようやく来ましたね。俺来ました、赤レンガに。赤レンガに小石がやってきてますね。ここにいるだけで、はいはい、テンションが上がってしまってですね。上がりますね。もう背景見るだけでもね、確かに素晴らしいですね。ちょっとこれ改めて歩くだけで気持ちいいですよね。そう、横浜って本当ね、そうなんですよ。開けててね、場所がねいいですよね。そして赤レンガですよ。来ましたね。ちょっとね今改装中なんで。そうですね、お店とかやってないみたいですね。なんですけどやっぱ背景ここで、はい、外はやりたかったと、ね、いうことですよ。で今日は、ね、これ横浜の赤レンガ倉庫にやってきて、今日何をするんですかこれ。今日はですね、はいはい、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれない。そうですね、お待たせすぎたよこれは。そう、これはね、はいはい、今日は有事、はい、のステンカラーコートのお披露目です。うわすごい、復刻版のあのステンカラーコートできたってことですか。出来上がった。はあ、はい、そしてそれを今日皆さんにお披露目する回。あ、なるほど、はい、もっと言うと今これの下に着てます、はい、あ、もうすでにお召しになってるんですね。着てて、これはそれをカバーするために。そうなんか今日刑事コロモみたいなと思いながら見てたんですよ、ずっと。コロモ、ね、さっきね、挨拶、おはようございます挨拶して、コロモみたいな格好でどうしたのかなと思うんですけど、あ、その下にすでにステンカラーコートが。だからこれは、はい、狙ったわけじゃないけど、コートオンコートになってるんですよ、これ。ちょっと暑いっすよね、今日。これ、天気ですからね。これを脱いだら、はい、あの有事のステンカラーコートですよ。僕もまだ見てないですからね。だからそれを行きたいと思います。もう行きますよ。じゃあ行きましょうか、はい、はい。これの下ね、いやもうね、楽しみすぎてね、はい、あんまし寝れてないんですよ。あ、本当ですか。やっぱり行きますよ。はい、ドゥドゥン、3、2、1。おお、来た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 来ました。うわ、ステンカラーコートだ。なってますよね。ああ、有事ですよ。かっこよ、かっこいいっすね。テレビシリーズのね、生地の感じとか、すごい、ヴィンテージ感とか、なってますよね。これですよ。これにまあ、はい、サングラスね、ちょっと。そうですね、サングラスをかけていただきまして、やっぱりね、ああ、はー、なるほど、はい、はい、鈴木雅之の登場です。何やねん、出た。そっちに持ってかれちゃうっていうね。もうこれ落ちやん、もう出落ちやん。すごい、そうなんですよ、これが出来上がったと。そうですね、これ小石さんの渾身のね、本当に結構ね、本当お時間もねかかりましたけどね。これはね、そう、まあ言ってしまうと結構いろいろあったんですよね。いろいろあったんですよ、うん、だからかなりお待たせしちゃったんですけど、ね、まずね、やっぱり特殊なコートなんですよね。そうなんです、結構特殊な、本当に発注してるんですよね。そう、まあステンカラーコートっていうと、はい、ある程度型は決まってるんで、その遠目で見ると大差ないかもしれないんですけど、うんうんうん、よくよく見るといろんなところがね、まあ、例えばその、例えばこのボタンからボタン、あ、端っこまでのこの距離感ですよね、まあ、そう、距離感とかが、シングルって普通のシングルコートってもうちょっとないんですけど、この有事のコートはここが広かったりとか、はい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 、あとこの襟ね、襟で、これはまだ 60% ぐらいだと思ってください。実際の有事は、はい、ここがこう、あ、なってる、なってた、なってた、あの、はい、今写真入れたいですね、このそうね、有事のあの横に、の入れましょう、はいはい、差し込んで、差し込んでいただいて、ちょっとこうね、立ってる感じ、はいはいはい、はい、と、少しね、こう袖をまくって、あ、まくってましたね、はい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 、まくってた、まくってた、まくって、手ので、まだあるんですね、はいはい、まあ、まだ、まずはちょっとね、じゃあ襟の感じはね、結構いろいろ見てもらいたい、はいはい、おお、いいですね、はい、あ、いいですね、ですね、
いいじゃないですか、マジで。いやあ、ね、あ、結構渾身だよ、マジこれ。それで、すごい、まあ、襟ね、襟もこうちょっとこう立ってる感じ、立ってる感じの再現と、はいはい、もう一つが背中です。これね、背中覚えてます？僕この背中のね、切り替えが、うんうんうん、あの最初のというか説明した動画ではできないというふうに伝えてたんですけど、いろいろと工場と職人さんとやり取りをして再現したんですよ。だからここ分かります？これ切り替わってるっていうか、あ、切り替わってる、ここ、これこれもうそのまんまです。再現、うわ、すごい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 。だからつながっちゃうって言ったんですけど、はい、あそこからいろいろとやって、そうだから時間かかったのもあったんですけど、なるほど、このね、背中の切り替えも再現してるし、この手元ちょっとね、はい、こうこうやって、もう忍ばせてたんか、びっくりしたよ俺。これちょっとアウトかもしれないからね。大丈夫ですか今これ。おうおう、この手元ですよ。なるほど、手元の裏地のね、袖裏って言うんですけど、あ、こういう風にした時のこの感じ。なるほど、そう、こういうね、この手元のここがね、裏地が再現されてると、はいはいはい、いうところで、はい、いやもうこれなんかね、こうちょっと走りだけ、あ、走ってるいきなり走るくし、ちょっとちょっとちょっといきなり走り出すよ、おい、怖いな、おい、というびっくりしますよ、本当に。背景も素晴らしいしね、はいはいはい、もう気分は有事ですね。いやという感じで、気分は有事、見てくれは鈴木雅之ですよねもうそれ、いいのかなまあいいとしましょう、ネタということでね、はい、という感じで出来上がったわけですよ。すごい、まあ、裏地とかも、ね、内側ちょっとこういう、あ、こういう感じになってるんだ、はい、あ、だから袖の内側だけこのストライプのね、なるほど、感じにして、まあボディのね、裏地はシンプルな、はいはい、シックな感じにしてます、はいはい、そのどうなんですかね、保温性というかあったかさみたいな感じはどんな感じなんですかね。は割とサラッとしてるコートなんで、やっぱり春とか、うん、まあ、そうですね、秋口春とか、その真冬だとですよね。まあその、はい、着込まないと多分いけないから、実際のドラマの時の想定と同じ感じですよね。そうですね、そのアブデカの中のコートだともうちょっと重量感あったんですけど、まあその走る、はいはいはい、その軽快さとかを出すっていうところと、はい、あと生地感が最も近いとなった時に、うん、まあ、これが一番適正だったので。なるほど、ちょっとヴィンテージっぽい感じのね。いやー、赤レンガ倉庫にステンカラーコートですよ、ね、すごい、マジすごい出来上がったという、素晴らしい、素晴らしいお披露目じゃないでしょうか、本当に。本当ですね。いや、これ結構マジすごくない？本当にこのなんかドレープ感っていうか、このそう、このそう、この感じ、シワ感、ね、そう、シワ感がね、いや、いいわ、シワ感、素晴らしいわ。ということでね、出来上がったんですよ。すごい、時間かかりましたね。結構時間かかりましたよね、その、うん、っていうのはそのここの部分とかもちょっと特注っぽい感じだから。そうなんですよね、前例がなくて。確かに、その違う感じで一回進んじゃったんですよ。あ、でそこからその大規模修正みたいな感じをしたので、はい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 、その分だから、うん、予定してた倍ぐらいかかってるかもしれないですね。え、いやいや、でも本当にこだわり抜いたのが、うん、絶対良かったですよ。ですよね、妥協しなくてこだわり抜いてこれになったっていうのは。そうです、ちょっと扉とかピッキングしたいぐらいですよ。いや、ダメだろ、開けたいぐらいそんなことしちゃダメだろ、捕まる警備いそうですね、本当に。そうそう、結構いるんじゃないですか。なんかね、さっきね、撮ってきた時のね、あっちの方でイベントやってましたよね、なんかね。だから警備は強力かもしれないですね、今日ね。これピッキングしたらデカが捕まっちゃうんですよ、ね、そう本当に本番です。昔撮ったね、あのあれでってこうやってなんかユージも言ってますもんね、その昔は悪でしたみたいなね。そう、昔は相当の悪でしてて、こう上げてる、ね、上げてるやつとかありましたよね、はい、あんな感じでここでやったら捕まっちゃうんですよ、捕まっちゃうね。いやー、でもかっこいいっすわ、はい、いいですね、これだからこう軽快にね、こうステップを踏んでもいい。あ、なるほどなるほど、感じの、いろいろやりたいですね。シャリッとした感じですね。まあ、ちなみにこれあのスポーティーな生地でできてるんで、はい、雨降られても撥水します。あ、そういうのもあるんだ。だから機能性も、機能性も抜群ですね。で、丈夫です、ね、はい、強度があるという、はい、ところで素晴らしいもんが、いや、よかった、できるんじゃないかと、すごい思います。素晴らしい、いいで
ですね。いいっすこれは。舞い上がっちゃいますね。いやそれは舞い上がりますよ、ね、待ちに待ったという感じ。待ちに待ったね。これをやりたかったんですよね。そのステンカラーコートが出来上がった時に。そう、その時が横浜ロケだろう、ね、そうそうそう、はい、本当にはるばるやってきましたよ。本当にこれ我々はそのこのアブデカファッションチャンネル解説して初めてですよね。この横浜の、うんロケに来たとい う, その横浜ロケ出るんだったらやっぱこのステンカラーコート来てというのがお披露目したいという ねそれがあったんで本当にいやだいぶ伝わったんじゃないですか。いや素晴らしいと思います。あいいですね本当にいいですね本当に。いやよかった。よし出来上がったということで、はいはい、皆さんお楽しみの第1弾がはい、この復刻版の第1弾ステンカラーコートの今日お披露目でございました。はい、はい、10本たまたということで、はい、じゃあ一回切ります。やっとねお披露目できましたね。いやかっこよかった、楽しかったですね。あの横浜でね最高ですね。最高でしたね。赤レンガ横で、うんステンカラーコートを、そうあれを羽織って歩くのはねまた気分が違いますよ。ああもう最高ですね。ねしょっちゅう走ってましたもんね少年のように ね少年のように走ってましたね。本当に気持ちよかったですね。ああね、うん、もう長いことかかりましたから実際は、うん、ステンカラーのね、はい、1.5 ヶ月ぐらいですなんて言ったんですけど、はいはい、そう細かいところのね調整、うんうんうん、打ち合いやったり、うんうんうん、後ろのヨークっていうね、はい、うん、はい、この辺のね、この、ここの、ああそこですよね、はいはい、もうそこもねすごい大変ですよね。打ち合いのねこの辺の広さもね普通のコートじゃないんですよ。そうですよね。っていうのを再現するのにこう何回もねやり取りしたんですよね。修正が重なってね、それで結果結構かかってしまったとね。ほんとそうですよね。いやー本当にだから浩一さんの渾身の一作。そうですね、はい、ですよね。まあこれがね実際のところは個人的にはね95点ぐらいかなと思っていて。ああそうなんですか。100点満点じゃないんですか。そうこの95点の理由はですね、はい、あのね原作よーく見るとこの辺のねところから、うんうんうん、また切り替わってるんですよ。あ生地が生地同じ生地なんですけど、はい、切り替わってるというのがよく見ると見て取れて、はい、ただ今段階でうちの、まあ、職人たちが、はい、背中はもう自由にできるけど前のところね、うん、切り替えはちょっと難しいというところで、なるほど、なかなかそんなのないですもんね、うん、ないと思います、うん、前が切り替わってたらないですよね。ないですよね、はい。これはだからなしということで、はい、このここの部分の切り替えがなってないのが原作と唯一違うところ。なるほど。だからそこでまあ5点減点したとして、いやーでもなかなか大変ですそれ、うんうん、でも95点はいったかなと。この襟の感じとか、はい、いやこの生地の感じとかね、その、うん、あとこのシワ感ですよ。シワ感とねこの袖裏、そう袖裏とかもそうですし、そういやーすごいところで本当だから渾身の一作と言えるかなと。これをだからご覧になった視聴者で、はい、このコート欲しいっていう人も出てくる可能性あるかなと思ってるんですけど、はいはいはい、そうですね、コメントもまあ今までありましたしね。ありましたね。これでどうなんですか、あの視聴者の方がそのお求めになることって可能なんですか。はい、ね、結論可能です。お可能にしました。お、はい、ただあのそれのね問い合わせとかが、うん、僕のそのまあ LINE だったり、はい、アブデカファッションチャンネルのメールに来ると、うん、僕がちょっとパンクする可能性があるんですよ。なるほど。そのね、まあ、個別のやり取りって結構大変ですよね。あの下手の方の、ね、仕事だったりもしてるので、はい、そうですね。なのでそこの部分をねクリアにするために、はい、ここからはこれをねお求めになりたいという方向けの動画です。なるほど、はい、だからそれに興味がない方はもう飛ばしていただいた方がいいんですけど、はい、お求めになるにあたっていくつか説明をしますね。はい、まず、この商品は全て受注生産品になります。もしステンカラーコート欲しいという場合はもう受注生産なんですね。オーダーを受けてそれから制作するっていうことなので、なるほど、だいたい45日から50日ぐらいの日にちを、なるほど、で年末年始とかそういう連休挟む場合はさらにプラスアルファその部分かかるということですね。発注してから45日から50日後で納品されるというイメージだと。お客様のお手元に届くと、はい、っていうのと、お客様都合の
返品とかキャンセルっていうのは受け付けてないということですね、うんうん、要はその人からのオーダーのために作るそうですねものなので、うん、はい、返品とかキャンセルはなしという形になります、うんうんうん、はい。でオーダーの仕方ですね、はい、いわゆるまあ寸法だとかいろんな問題があると思うんですけど、はい、オーダーの仕方が3つあります。3つ、はい、1つ目、うん、今回ですねアブデカファッションチャンネルのオンラインストアっていうものを開設しました、うん、おすごい、はい、概要欄にそのリンクを貼っとくんですけど、はいはいはい、このストアに飛ぶともうこれのページが存在します。ステンカラーコートのページがあるんですね、はい、はいはいはい、でここに商品の画像、うん、それから僕が着用した画像とか、全部並んでいて、うんうん、そこにサイズ等が載ってます。ああはいはい、 SML みたいな感じで、はい、今回これを基本的に僕が着たものを M です。 M だと思ってください。小石さんがお召しになってのは M なんですね、はいはい、ちなみに177cm、66キロです。はい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 、の M のサイズがあの皆さんがね動画を広げて見ていただいたもの、これを M としてます。 M でそこから XS、S、L、XL の展開を作りました。なのでまあ5サイズ用意があると、はい、これをサイズスペックとしてもう用意してると、うん、はい、なんでこれでちょうどだなっていう方でサイズを選んでいただければもうそれで完了です。なるほど。でこれが1つ目、はい、で2つ目が、はい、このサイズスペック表ですね、はい、オンラインサイトのサイズスペック表からどこかを調整したいな、なるほど、っていう場合、うんうんうん、例えば着丈をね、うん、長くしたい短くしたいっていう場合は、はははは、そのオンラインサイトで購入するときにカートに入れるっていう画面があります、うんうん、カートに入れる、カートに入れました、はい、そうするとお客様情報を入力する画面になるんですけど、はい、名前とか入れてもらうところですよね。そうそう、住所とかね、はいはい、でそれを入れた下の方に備考欄、備考欄があります、はい、この備考欄に例えばサイズ L に着丈プラス3センチとか、うん、サイズ S に肩幅プラス1センチとか、なるほど、そういうふうにその修正箇所、うん、調整したい箇所を備考欄に書いていただく。なるほど。そうするとその基本のサイズスペックをもとに、うん、そこに修正というかねご要望を追加します。なるほど、っていう形です。はい。でもう一つ補足で、うん、基本的にそのサイズスペックに載ってる寸法というののどこを測ってるかっていうのもサイトに載ってるんですけど、はい、唯一肩幅だけ直線でないんですよ、うん、直線でない、はい、どういうことですか。あの袖丈とか着丈っていうのは基本的に直線です。直線 の, サイあ の, その長さが書いてあるわけですね。ただ肩幅というのはですね、はい、この肩線から、はい、この襟の中心、まあ、襟ぐりっていうんですけど、襟ぐり、ここからここを通っての反対の肩先という、なるほど、測り方なんで直線じゃないんですよ。一回その襟ぐりを経由した長さを記載してるってことですか。なのでここの直線の長さじゃないので、ないということは注意した方がいいですね、はい、そこが注意点ということですね。なるほど、はい、今のが2つ目の頼み方です。うん、で3つ目は個別の持ち込みオーダーという、こう持ち込みオーダー、あの表現にしてるんですけど、うんうん、LINE アットからその旨を伝えていただいて、うん、で要は元払いになるんですけど、お客さんのそれぞれ皆さんが持ってるコートとか、うん、そのまんまそのサイズでこれをお作りしますっていう。なるほど。なんでサイズはもう自分が持ってるもので上がるんで、うん、安心ですよね。確かにそのサイズと同じやつを作りますってことですね、はい、でデザインは全部これになる。なるほど。いうことなんで、これが持ち込みオーダーです。はい。なのでそれは宛先とかね概要欄に載せておきますので、はい、そちらに元払いでお持ちのコートを送っていただいて、うん、その寸法で仕上げる。なるほど。まあ、そこに何かあのさらに修正したい場合はその、まあ、紙かなんかにね、はい、書いていただいたりとかして入れていただければ調整をするので、これが、持ち込みオーダーです、はい、以上の3つですね。ですね、はい、はい、で持ち込みオーダーはアブデカファッションチャンネルの LINE アットから、うんうんうん、お名前と、うん、持ち込みオーダーで送らせていただきますみたいな形で、うんうんうん、送っていただいて、で、そこから決済のことを案内していくので、うんうん、なるほど、はい、この3つの方法という形になります。はい。では気になる、はい、お値段についての説明になってきますね。これになりましたけど、はい、気になるお値段、こちらのステンカラーコートが、はい、税抜き価格12万円、税抜きで12万円、はい、税込みが13万2000円です。13万2000円、はい、今これはね本当にいろんなところデザイン
が普通のではないためにやっぱり型紙から起こしてるんです、ね、はい、で型紙から起こして、襟のデザイン、うん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 、それからこの打ち合いというね、ね、調整ヨークであるとかで裏地も全てこれはキュプラを使ってます。キュプラ、この身頃の裏地もキュプラ、うん、そして袖裏もキュプラ、キュプラ、はい、上質なものは全て裏地はキュプラが使われてるんですけ ど、そういったところのいろいろこだわりがすごいですよね、これ込めてます、うん、なので、まあ、オーダーのコートとかをねされた方は分かると思うんですけど、オーダーだとやっぱりね 2,3 万ってわけにはいかない。そうですね、それはもう本当職人殺しというかね、なるほど、成り立たなくなってしまうので。確かに。でプラス先ほどこの部分のね、まあ、95点マイナス5点の部分、まあ、ここも再現したいっていう場合はもう本当にね、うん、フルオーダーで、はい、もう3ヶ月とか半年とかかかるようなところに、はいはいはい、あの相談するのがいいのかなと思うので、うん、はい、今回はこのね、うん、実用的なそのポケットもそうなんですけど、今回はこの斜めの箱というのにしてます。箱という形ですね。これが一番ポケットに手入れやすいし、コートとしてはそうですよね、実用性が一番高いのがこれなので、はいはい、うん、まあ、こういった形で商品を、まあ、実用性と再現を、まあ、中価格でしているという、なるほど、いう形です。うん、なのでお値段が13万2000円。なるほど。もうこれ本当気分が上がるし、あ、もうその細部ねまでこだわってるので、はい、本当そのもう気分は有事という、なるほど、もう本当第一弾にふさわしいものができたなというふうに思ってます。はい、はい、なるほど。まあ、その他ね問い合わせがあった場合は、はい、あの LINE アットの方に、はい、送っていただいたら回答をさせていただくんで。ちなみにこれ色違いとかはどうなんでしょう、できるんですか、色、これの色違い、はい、あ、色違いね、色違いは、まあ、これやっぱりその有事のセンサーコート再現っていうことなので、そうですね、この色にちょっと絞らせてもらいます。なるほど、もう、はい、じゃあもうこの色しかダメよということですよね。そうですね、はい、やっぱ有事を味わうってなるとやっぱこれ、そうですね、確かに。でちなみにこの生地もね、この世の中に永遠とあるわけじゃないんですよ。なるほど。この生地がなくなってしまったら、まあ、作れなくなってしまう、はい、し、まあ、似てる生地似寄りの生地っていう言い方をするんですけど、はい、これにまた似てる生地を、探したりしないといけなくなるので、まあ、お時間とか値段とかも変わるかもしれません。上がっちゃったりとか、今原価高騰しているので、はいはいはい、生地もどんどん上がってる、ね、上がってる時ありますよね。なのでこの在庫がある間だけです、今あのご提示した値段と、それからこの質感ですね、はい、生地がなくなったらそれはもうちょっとどうにもできないので、うん、似てるものを見つけますけど、このね動画でお披露目させてもらったものはこの生地がある限りっていう形なので、はい、そういう意味では早い者勝ちというか、ね、そうですね、はい、うん、そのいつまであるってことは僕らも保証ができない、うん、不明点はあります、大丈夫です。いやもう大丈夫ですね、はい、本当に親切にあの包み隠さずそのね前のその切り替えのところもできないこともおっしゃっていただいてますし、うんうん、本当にでも私もこう小井さんの傍らでこの制作過程をですね拝見させていただいたんですけど、本当にこだわって作ってますこれ今回ね。もう苦労したとこ結構あるんですよね、実は本当に時間もかかったし、ちょっとトラブルというか、そうありましたもんね。そうトラブルとかね、修正を超えての、そうなんです、お披露目でございますので、うん、はい、そこをですね本当にこの小井さんなりにやっぱりこう視聴者の方々に良いものをなるべくお求めやすい価格でというところでギリギリまで考えていただいたのが、まあ本日公開した価格、はい、ということだと思いますので、そうです、ね、ぜひ本当にこうピンとこられた方、本当後悔させないものが出来上がったんじゃないかなと、うん、もうそこは保証します。もう古着屋さんとかに行って似たものようなものを探すよりも絶対価値がある、うんうん、その再現度というかがあるかなと思うので、はい、もうこれをね着て皆さん走ってね、これを着たみんなでこう集まって走るみたいなのもね、最高やってみてもいいかもしれないですね、うん、はい、というわけで、今回は、はい、アブデカファッションプロダクト第1弾の、はい、ステンカラーコートのお披露目でした。でございました。いやー、よかった、やっとですよ、やっとできた、本当に念願成就、念願でしたね、はい、はい、よかったです、はい、そして次回ですね、はい、次回はアブナイデカ第42話、はい、恐怖をお届けしたいと思います、はい、それではアブデカファッションチャンネルのチャンネル登録とグッドボタン、そして LINE アットの登録もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。